ジャベは、ルチャリブレにおける複合曲技の総称。ジャベとはスペイン語で、鍵を意味する語で、空中技や、ティフェラなどと共にルチャリブレのファイトスタイルを特徴づける要素であり、ルチャリブレの黎明期から使用されている。一度に、複数の箇所を極める技が多いのが特徴で、その種類は、多種多様であり、中には、技なすら存在しないものまである。昭和期の日本では、 ジャベの同義語として、これらの技を総称して、メキシカンストレッチと呼称していた。2000年、登竜門校長のウルティモドラゴンが、ルチャギブレクラシカをコンセプトにジャベの要素を積極的に取り入れた、登竜門2000プロジェクトを立ち上げ、彼らの日本に、ロメロスペシャルが極まった形。ロメロスペシャルうつ伏せの相手の両足に、自分の両足を絡め、両手で相手の、両、 手首を掴んで後方に倒れ込み、相手の体を反り上げる技。技に移行する直前に、相手の脇腹を軽く叩くのが定番。両、手首を掴まずに、相手の肩に手を添えて支える形式も存在する。元祖は、ラウル・ロメロ。ロメロ・チンロック・ロメロ・スペシャルの体勢からチンロックに移行し、顎を極める。カベルナリア・ロメロ・スペシャルの派生技で、完全に相手の体を吊り上げずに、 ロメロチンロックに移行し、顎、背中を同時に極める。重心サンダーライガーは、ドラゴンスリーパーの形で極める変形カベルナリアを使用している。リバースロメロスペシャル通常のロメロスペシャルと違い、相手が上下逆さ状態で極める。ミルマスカラスが得意とした。ムルシェラ語相手の股下に頭を差し込み、両足を掴み、体を起こして、相手を逆さ釣りにした後、 片手で相手の両足首をもう片手で相手の片腕をロックし片膝をついた状態で膝上に相手の首を乗せ極めるカンパーの仰向けの相手の両足を両脇で抱え反転させうつ伏せになった相手の相手の両手首を掴んで体を持ち上げ宙吊りになった相手の肩背中を極めるドイ刺激はセカンドドイ時代にチンロックで極める ゴールデングラブという変形カンパーナを使用していた。エルヌドは仰向けになった相手の両手両足を複雑に交差させた状態から、相手の体を持ち上げ、相手の自重で、両手両足を極める。ラネブリナ、エルヌドの派生技で、相手の両手両足を複雑に交差させた状態から、相手の体をうつ伏せにひっくり返し、相手の自重で、両手両足を極める。元祖は、ミステルニエブラ。 ミラノコレクション AT はこれを発展させたパラダイスロックを使用している。レーネ例ー年メン面倒さが開発したバックブリーカーの一種で背中合わせの相手を十字状に持ち上げてエビゾリにし横方向へ回転しつつ極める。ゴリースペシャルゴリーゲレーロが開発した変形バックブリーカー。背中合わせの相手の両手両足を極めて背負い体を反らせて痛めつける。 ゴリクラッシャーゴリースペシャルの体勢から相手の顎を両手でロックし尻餅をついて相手の首や背中に衝撃を与えるゴリークラッシャー、リミッターショック、ブルーディスティニーなどの名称で使用されているゴリボム両腕のロックを外して顔面から叩きつけるゴリーボムなどがあるリバースゴリースペシャル前鏡になった相手と背中合わせの大勢から両腕を相手の両脇にフックして 体をひねって反転し、相手を上下逆差の状態に持ち上げる変形ゴリースペシャル。派生技に途中で腕のフックを外して両ももを掴み後方へブリッジするように叩きつけるリバースゴリースペシャルボム、腕をロックしたまま尻餅をつき脳天からマットに突き刺すバータブレーカーなどがある。ありがとうございます。